スキー場に来てて滑り終わって下に降りてきたら駐車場で今なんかドリンクビールのサンプルと食べ物サンプルって言ってフリーで配ってたからちょっともらいました。置いてうん、こっちサンプルで買おうと思えばこういう飲み物も売ってるみたいな。そして今これここ焚き火してていい感じで焚き火の前に立ちたい、うん、あったかい気持ちいい。だから今日こそ休館日と思ったけどまた飲んですねすごい気持ちいい。あと5分したらバス乗れば行く。あったかくて気持ちいい。日本のスキー場にはさ温泉っていう楽しみがあるけどさこれはこれでいいね。そう週末にこうやってフリーサンプリングしちゃうのね知らなかった。今はねベイジャームーンってやつ白いやつ。Hello, would you like a sample? Please, thank you. You're trying to get a popcorn too, and then thank you. We have some t-shirts over there. Yeah, thank you. Do you just have Gatorade on? T シャツももらっていく？やっていく？セットもらえるやつってこと？多分もらえるっぽいよ。じゃあもらえるんじゃないの？まあ今そう混んでるからちょっと場所がないけど。ちょっともらえるんだ。中みんな開けるんですよ。なんだろうね、このポップコーン異様に美味しいの。塩気がいいのかな。オーバーヘッドで。そこのテントでビールのサンプルもらって今バスギリギリに乗れて今から帰ります。今スキー場から帰ってきて、あれ本当は今日外食しようと思ったけどそれがなくなったので今から家で、明日友達も来るからその仕込みもしつつご飯も作りつつ食べつつみたいな感じ。うん、なんかさ帰ってきた時はさ今飲んで帰ってきたからあもうすぐ飲もうと飲んでかきピーと思ったけどさ、なんか外食行くのか行かないのかどっちだろうとかやってる間にちょっと落ち着いてしまってさ、コーヒーな感じ、今コーヒーな気分ですよ。コーヒーな、とりあえずまずリンゴ食べて、あとキャベツを仕込みのために茹でて、ホミンはあっなんだっけたっとりたんだっけ、はい、うん、鶏のスープの準備、餃子の具のキャベツ茹でて、ホミンがチキン、わーわーわー、ホミンも料理しながらつまみ食い、まあでも多分つまみ食いが今日の夕飯って感じだよねパンとチーズとホットソース、私も今パントーストしてる。あ、焼き上がった。黒ごまペーストをべったり塗って、コーヒー入った。よいしょ。今はツナサンド作ろうと思ってツナとマヨネーズあえてて、でホミンが今鶏のスープ煮てる、そのスープでラーメンを茹でようとしてる。このノグリラーメンにもネギ入れて、これにもネギ入れた。え、卵、え卵2個がいいんじゃない。なんでバターじゃん、からしじゃん、そしてツナ乗せてサンドイッチ、あ、あとチーズ入れよう。
ょっと胡椒お願いしていいですか。できた。みんなラーメンちょっともらう。もらった、うん、ちょっとパンの耳で、あと2個ちっちゃいツナサンド、ツナサンド、ツナのせパン作った。なんでその真顔の目してるの。うん、おいしい。緑茶入れて、ちょっと久しぶりか分かんないけど、久しぶりに今日大福食べたいな。もう塩大福もうなかった。最後のやつもう食べられてた。いいんだよ、食べてもいいんだけどさ、なんか俺は知らない風じゃん。なんか食べたよって言えばいいのに、あ、ふん、あ、ないんだみたいな。それを最後とか私じゃないから、その前だと思ったら、うん、そっか、まあいいや。でももうこの一口、こしあん大福、あとこれ無印のチョコかけいちご。やっぱこの角度にすると方面がチラチラ映る。今日は別にでもやっぱりちょっと意識しちゃうよね、顔が。会場から帰ってきて夕飯とか食べたりして、あと明日友達が家に来るからそれの仕込みとかして、ちょっとゆっくりしてから今街に出てきました。今日ボードで、ワインディングのストラップが、まあ、ずっとボロボロだったんだけど、それが1個切れちゃったのでワインディングのストラップを買うのと、明日デザート買おうかなと思って出てきた。まだ明るい、もう8時だけど、さっきあの餃子の具っていうの、餃子の具ってなんていうの、種っていうの、餃子の種を作って今寝かせてます。赤だよ。夕暮れ時、さっき空ちょっとだけピンクだった。
今お店行ったらお店は開いてたけど、そのお店の支店の何なんかリプレイス修理系のものが置いてある店はもう閉まっちゃってて、そこの店にあるけど今はちょっと閉まってるから明日の午後以降って言われたので、あとでもう一軒だけチェックする。もうその店9時に閉まるからもうパッとスーパー行ってパッと行かないと、うん、今からスーパー行ってで2軒目他のボードショップ行って帰ろうと思います。このケーキ買うことにした。一応明日誕生日だから友達が、明日じゃないけど誕生日パーティーってことだからケーキ、ボードの店の一軒目、この部分がなくなって消えたんだけど、これだけって売ってないかもしれないって、もしなかったら新しいの全部これ買った方がいいって言われた。あ、そう、今お店から出てきて、その店にはもうバートンのやつは今年はもう売り切れちゃったっていうことで買えず、明日以降さっきの店の支店が空いてる営業時間内に買いに行くしかないみたい。